はい、皆さんこんにちは、ワナレグルビーチです。では今回はスプリームルーラー2020続きをプレイしていきましょう。前回はですね、対中国戦を睨んで、中国包囲網ということで、各国に対して相互防衛条約の締結を行ってきました。で、今回はその続きになるんですが、まずはですね、戦力を一旦、大多数の戦力をという意味でいいと思うんですけども、朝鮮半島の方に移動させちゃいましょう。で、朝鮮半島の方に戦力を移動させて、その上で中国に対して今不戦条約を結んでいるのを解除していきます。で、移動させておいて、艦艇も含めてですね、全部移動させちゃいましょう。で、移動させた上で中国に対して今不戦条約を結んでいるところを破棄で、中国の方から宣戦布告をさせるという狙いです。そうすれば相互防衛条約の内容が反映されて、おそらく各国が援軍として来てくれるんじゃないかなという狙いですね。なので、ちょっとね、朝鮮半島の方に軍が集まってくるのを一旦待ちましょう。本当にね、韓国よく我慢してるというか、頑張ってるというか、頭が下がりますね。韓国のだって国力見ると、国庫はね、我々の半分以下というか、3分の1、 GDP も約半分ですからね。これでよく中国、ロシア、両大国と渡り歩いてるよな。さて、じゃあ戦争は久しぶりなんですが、この中で陸軍だけを選んで、まずは大陸を渡りましょう。で、航空機部隊ですね。航空機部隊も しっかり選んでおきたいけど、その前に一旦いつもの貿易収支を見ておきましょう。大丈夫だね。じゃあ本当にいよいよ海戦に踏み切っていきましょう。海戦というか、海戦するように仕向ける。戦闘ヘリ多数で、ここには偵察機多数、多目的迎撃、ちょっと爆撃機系、あるいは多目的戦闘機系がちょっと少ないかな。しょうがないね。で、あとは、忘れちゃいけないところで言うと、海軍の艦艇ですね。
ックの鑑定もしっかり入れるところに入れておかないといけないので、あと外交の申し出が来てる。これはカザフスタンだな。水か、まあいらないけど、カザフスタン程度だったら、まあこの程度だったらもらっといてもいいかな。まあ中国と一戦やらかそうというわけなんで、まあ、それなりの覚悟が必要ですけどね。まあ、それにしても本当に韓国すごいよな。ではチャイナに対していよいよ非戦条約を自由貿易大使館さらに非戦条約これ全てを破棄した場合明らかにこいつ戦争する気満々だよなって思いますよね。これで中国がどう思うかだな。もちろん宣戦布告している状態ではないのでいきなり戦争になることはなくてどちらかが宣戦布告をしなきゃいけないという状態にはなるんで、まあ、それを相手からさせるっていうのが重要なんですよね。中国の方にさせればこちらは相互防衛条約を多数結んでいるので複数の国から大きな支援を得て大国中国に挑むことができるそういう状態を作りましょう。受け入れがたい。中国はこれを拒否か。どれがダメだったのかな。ちょっと一個ずつ潰していきましょう。まずは自由貿易これをやめさせたい。ありとあらゆる手立てを使って中国と戦争状態に入りたい。これ韓国と中国どっちが先に戦争を始めたんだろうな。場合によっては韓国と相互防衛同盟相互防衛条約を結べばそのまま直接戦争状態に入る可能性がありますよね。中国側からもし韓国に宣戦布告して戦争が始まっていれば韓国側としてはなんだよという話になるけど韓国って自由貿易もダメとなると非戦条約これはこれがダメだとちょっと打つ手がないな。韓国はただアメリカから独立保証を受けてるんじゃなかったっけ。同盟国はまあいくつかあるにしてもだ。おそらくアメリカから確実に独立保障を受けてるんじゃないかなと思ったんだけどな。まあ独立保障というか相互防衛条約同盟これはなさそうだな。同盟としか書いてないからな。ちょっとこれから内情を推し量るのは難しいですね。いやーこれダメ。
そうするとチャイナに対してはこちらから宣戦布告しなきゃいけないの。いやー、宣戦布告したくないなー。さすがに。さて、どうするかですね。ここで無理やり宣戦布告するっていうのは、不戦条約をこちらから破棄するということになると思うんですけど、その状態が本当にいいのかな。ちょっと待ってね。なんか最近水をやたら売り込んでくるのは何で？水なんて全然マイナス幅少ないの。困りましたね。中国が戦争をしたがらない。まあ、この後打つ手としては、韓国と相互防衛条約、これの締結をする。じゃあまずそれからやっていきましょう。もう戦争がしたくてしたくてした仕方がない。そうか、ここで相互防衛を働かせておけば、本当に中国と戦争になるかどうかっていう見極めだな。まあ、韓国も相当量の同盟国持ってるからな。ただその同盟国から支援を一切受けてない。まあ、大国であるロシア、中国と戦争したいなんて思う国はないですよね。エストニアの正式同盟。まあ、エストニアとかこういう小国は大事にしておきましょう。ボスニア・ヘルツゴビナか。産業物資。まあ、これは売ってあげます。お金になるのであれば。さて、これで韓国と相互防衛条約が結ばれたわけだな。ただ、そうは言っても中国と戦争にはならない。で、いいよね。ちょっと一部隊、国境付近まで移動してみましょう。おそらく何も起きないんじゃないかな。中国と戦争ができないだと？困りましたね。今こちらは中国と戦争がしたくてしたくて仕方がないのに。そうなるとこちらから中国に対して宣戦布告せざるを得ないわけだな。こんだけ接近しても何も起きないということは、戦争にはなり得ないということですね。国境を犯すこともできない。
いや、韓国軍マジで頑張ってるよな。さて、じゃあ次の戦争のための工作だな。どうする？日本は外交的に激怒な認識をチャイナに対して持っている。これさ、もう激怒してる状態なんでしょう。で、中国は日本をもう無視すると。なんかもう今の本当に世界情勢を反映してる感じがしてちょっと悲しいな。さて、どっから取り消していく？大使館とか絶対無理でしょう。今までここまで大使館以外の自由貿易と非戦条約の破棄は拒否されましたよね。まずは大使館を引き上げさせてくれと、あるいは日本から出ていけという明確な態度を示したいんだけど。ダメだね。なんとかしたいな。どうやって中国をより怒らせるか。その一点なんだけどね。36% から変わってないですね。結局さっき大使館の引き上げ、これやる前開戦理由 36% だったんですが、ここは変わらないというところだな。どうする？何か有効な手立てをちょっと考えないとな。非戦条約を何とかして破棄したい。金を送ってでも非戦条約を破棄しようじゃ。頼むから非戦条約をこれで破棄させてくださいっていうぐらいしかもう思えたくないよな。いや、でもお金を送って非戦条約破棄というのがそもそもできないですね、これを見ると。提供価値のところに金が入ってこないからな。中国はそうそう簡単にはこちらと戦争をする気がないか。
さて困りましたね。中国が戦争を拒否するのであればこちらから宣戦布告するしかないな。ちょっと待ってね、これ中国軍が新たに侵攻をかけてきていて、いよいよもって韓国がへばりつつあるな。韓国が完全にへばってしまうと逆に日本としては戦争できなくなる。韓国がまだ頑張ってるうちに戦争すれば韓国と共闘できる。まあ、韓国の国力なんて知れてはいるんですけどね。いやちょっと本当に悩ましい。ここはどうしようかな。中国に宣戦布告するべきか否か、ちょっとだけ考えましょう。ちょっとだけ考えて決めましょう。なんかね、もし皆さんの方でも、いや宣戦布告さっさとしろよと、あるいは、いやー、やめといた方がいいんじゃないっていうのがあればですね、ツイッターもしくは動画のコメント欄の方まで、教えていただければ、ちょっとその内容も加味して決めていきたいなというふうに思います。というわけで、ちょっと短いんですが、今回はここまでに、じゃあさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。